レオン風光、ジャンベルナール・レオン風光、フランス語、1819年9月18日から1868年2月11日は、フランス王国パリ出身の物理学者。1851年に地球の自転を証明する際に用いられる、風光の振り子の実験を行ったことで名高い。また、1855年には、 アルミニウムなどの金属板を強い磁界内で動かしたり、金属板の金棒の磁界を急激に変化させた際に、電磁誘導効果により、金属内で生じる過剰の誘導電流である、渦、電流、風雨電流ともを発見した。また、ジャイロスコープの発明ものとされるが、実際は1817年にドイツの天文学者が発明した。なお、 風ーが1851年に発明した風ーの振り子をフ自身がジャイロスコープ故障したためジャイロスコープが一般に広まった。つまるところ1852年に風ーが発明したのはジャイロスコープという名称である。1855年にイギリス王立協会からコプリメダルが授与され、時のフランス皇帝ナポレオン三世からは レジオンドヌール勲章のオフィシエが与えられた。1819年9月18日、フランス王国のパリに出版業者の父のもとに生まれる。少年期、パリとなんとの双方で過ごし、普通教育を、現在のパリロックにある私立のスタニスラス校を、似て受けていた。しかし、病弱の体質であったため学校へ通うことができず、家庭教師から勉学を学んだ。最初は、 外科医を目指し、医学を治める予定であったが、でもあり、虚弱体質のため断念した。また、病弱ではあったが、手先は器用で、蒸気機関や電信機、ボートなどの模型を巧みに製作したという逸話が残っている。1830年末に写真術の改良が理由で、同国出身の物理学者、アルマンフィゾーと親しくなり、物理学や工学に傾倒した。 1844年以降は科学の教科書や新聞に科学記事などを執筆して、成型を立て、フィゾーと共同で研究を行った。1845年4月、ダゲレオタイプにより、太陽表面の詳細な写真撮影に初めて成功。1847年は、太陽からの放射が干渉を起こし、波動としての性質を有していることを発見。 高速度測定装置の開発を行った。同年、フィゾーと決別し、それぞれ独立して、研究を続けた。1849年にフィゾーは高速で回転する、歯車の歯間を縫って通過した光と鏡を用いて、高速度の測定を行った。光源から、鏡の距離はあらかじめ計測済みだったため、歯車の回転速度と明暗の変化を調節する、ことにより、 光の速度は秒速31万 5000km と求まった。1850年、風ーは回転する鏡を用いた方法に固執し、空気中の光の速度は水中よりも大きくなることを証明した。1851年、風ーの振り子の実験により、地球は自転していることを実験的に証明。1852年にジャイロスコープを命名。 1855年、渦電流を発見し、イギリス王立協会からコプリメダルが授与され、時のフランス皇帝ナポレオン三世からは、レジオンドヌール勲章のオフィシエが与えられた。また同年、パリ天文台の経度局技師に任命された。1857年には、鏡面製作法を発表した。1862年、回転鏡による、 高速度測定法を改良して、より正確な値を得た。1864年、生涯最大となる合計 80CMF5.6 反射望遠鏡主教を製作。この主教は1873年に、マルセイユ天文台に製作された望遠鏡に使用され、同国出身の天文学者、エドアル・ステファンにより、スファンの5つ子の発見など、業績を上げている。 イギリス王立協会の外国人会員に選出される。1868年2月11日、多発性硬化症により、パリに手没した。その後、モンマルトル墓地に埋葬された。風光は、手先が器用であり、高い実験技術に裏打ちされた様々な精密測定により、多くの科学的業績をもたらした。風光の業績で、 とりわけよく知られているのが、風光の振り子を用いた地球の自転の実験的、証明である。風光がフィゾーと共にいた太陽表面の写真撮影では長時間の露光が必要であった。このため太陽の動きを追随してカメラを回転させる振り子仕掛けの装置がカメラに取り付けられていた。風光はカメラの回転に関かかわらず、振り子の触れの向きが 一定方向を保っていることに気がついた。彼は、このような振り子の振る舞いが地球の自転の証明に応用できると思いついた。これがいわゆる、不幸の振り子である。地球が自転しているのならば、振り子の振動面が自転と逆方向に回転して、見えるというものである。振り子の振動面を回転させる見かけ上の力は、コりオりの力として知られているが、この力を導いた。 フランスの物理学者、数学者、天文学者、ガスパール・ギュスターブ・コリオリは、この力が自転の証明に使えるとは気づかずによう、去っていた。1851年、自宅での予備実験に成功した後、パリのパンテオンにて、公開実験に臨んだ。長さ67メートルのワイヤーと、直径約30センチメートル、重量28キログラムの鉄球からなる振り子を、 パンテオンの大ドームの天井から吊るした実験装置により予想通りに振動面が回転することを示した。その後、1852年にフーーはこの振り子の装置をジャイロスコープと名付けた。前述のようにこの装置は現在知られているジャイロスコープとは異なる。フーーとフィゾーは共同で高速度測定装置の開発を試みた。当時、光の波動説と 流子説が対立していたが、同国出身の数学者、天文学者、物理学者のフランソワ・アラゴは、空気中の高速と水中の高速を比較することで、いずれが正しいか立証できると主張していた。すなわち、空気中の高速が大きければ波動説が正しく、水中の高速が大きければ流子説が正しいと考えるのである。風ーとフィゾーは、高速の測定により、 光の正体を明らかにしようと試みたのである。彼らが開発した装置は、回転する鏡を用いて測定するというアラゴが考案したものであった。1847年に二人が他元を分かった後、フィゾーは回転歯車を用いた新たな高速度測定法を開発し、1849年に秒速31万 3000km という測定結果を得た。 風ーは回転する鏡を用いた当初の方法に固執し、1850年、空気中の高速は水中よりも大きくなることを証明した。フィゾーも後に風光と同じ結論を得ている。風ーは、自らの装置の改良を続け、1862年、秒速29万 8000km という値を得た。この測定結果は、フィゾーのものよりも正確であり、構成により、 精度の高い値として得られた、結果値、秒速 299,792.458km からの誤差は0.6%に過ぎない。1855年、強い磁場中を回転する、導円板に誘導機電力による渦、電流、風光電流が生じることを発見した。1859年、反射望遠鏡に用いる、 反射鏡の表面形状を精密に検査する方法をパルテン問題年報多3編の論文として発表し、その結果1860年代からイギリスでは多数の多くのアマチュアが銀メッキガス鏡を製作するようになった。この方法は風光テスト、ナイフエッジテストと呼ばれ、2011年現在でも簡易検査方法として世界中で使われている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。